皆さんこんにちは佐藤大輔です佐藤のラジオ第488回よろしくお願いしますはい今回は明治安田生命ワンリーグ第11節名古屋グランパス対京都三角 FC の一戦について感想を話していきたいと思います試合は5月3日14時トヨタスタジアムで行われました はいで早速グランパススターティングイレブンなんですがゴールキーパーランゲラック選手ディフェンダー右から中谷選手藤井選手丸山選手ウィングバック右に森下選手左に相馬選手中盤アンカーにレオシルバ選手インサイドハーフ稲垣選手仙洞選手ツートップはマテウス選手柿谷選手が並ぶ11名となりましたまあスタメンは昨日の予想通りというところだったんですがまこれはですねあのグランパス なかなか今、選手選択肢がかなり限られているということなのでまあ予想も当たりやすいということだと思います。まあ、なので、これあのなかなかグランパス正直、今、編成苦しいのかなというのがスタメンを見ると伺えるのかなというのが私の率直な感想です、はい、で試合を振り返っていきたいんですがまずは前半。 前半は1対1でしたね、前半36分にマテウス選手のフリーキック、直接フリーキックが決まって先制と、まあ、これは本当に素晴らしいゴールでしたね、マテウス選手以外、なかなか蹴ることのできないと言いますか、あのー、縦回転で非常にあの勢いもあって、素早く落ちる、なかなか相手ゴールキーパーも対応は難しかったというふうに思います。 まあ、素晴らしいゴールで先制したんですが前半40分に失点をしてしまうと左サイドからクロスを上げられてしまってピーター・ウタカ選手ヘディングうまかったと思いますけれどもね、まあ、うーん相手、注意すべき選手にやられてしまったというのは非常に残念かなというふうなところではありましたで前半は1対1ということでしたねで、まあ、マテウス選手のフリーキックは文句なしではあったんですけれども前半だけで コーナーキックやフリーキック、非常に多くの数あったと思います、合わせて10本以上あったんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、こういったところね、どれか1本でもものにしておいてほしかったな、しておかなければいけなかったかなという感じはしてしまいました、まあ、ただ、流れの中ではね、正直なかなかいい形、多くを作ることはできなかったというところはあるのでね、後半、うまく切り替えて、勝ち越しゴール、奪ってほしいなというふうに思っておりました。 はいで後半なんですが、開始時点で選手交代はなしと、で後半、かなり立ち上がりは京都に押し込まれるような時間もあったんですが、まあ、徐々にグランパスも盛り返していくというような展開だったと思います。で後半15分、柿谷選手アウト、酒井選手イン、後半32分、千洞選手アウト、金崎選手イン、でこれでフォーメーションは3、4、3のような形になっていたかと思います。でグランパス後後半最後の方は サイドを中心にね、あのー、かなりチャンス作ってシュートまで行くシーンも多く作ったんですがゴールを決めきることはできず後半は0対0トータルスコア1対1引き分けで終了となりましたはいで、まあ、この試合の感想なんですが結果は1対1の引き分け勝ち点1にとどまったというような印象ですかね。やっぱり今ののチームの順位 だったりを考えるとなんとか勝ち点3が欲しい試合だったと思いますし、まあ、特に後半は、ね、あのシュートチャンスと言いますか相手のペナルティーエリア内に攻め込むシーンも数多く作れていたと思うので、まあ、なんとか1点欲しかったな勝ち越しゴール欲しかったなという試合でしたなので決していい結果とは言えないんですが、まあ 今日に関して言うと、本当に特に後半選手は最後まであの出し切って、走り切ってくれたのかなと、本当に勝利に向かって、あの相手ゴールに向けて必死にプレーをして,きてくれたと、まあ、それは十分伝わってくるような試合だったと思います。まあ、なのででね、まあ、結果は残念ですけれれどもそれが すごく悪いんだとか、あのー、もっとできたじゃないかって、まあ、もっとできたじゃないかっていうようなプレーは個別にはあったとは思うんですけれどもねあん,なあんまり、あのー、批判的なことをね言うような気持ちにはなかなかなれないかなと、まあ、気温も高くね厳しいコンディションの中で選手たちはね本当によく走ってくれた頑張ってくれたかなというのが私の感想ですでまあコンディションというところで言うと 本来はグランパス左右のウイングバックだったり中盤の選手を交代させてしかるべきの,まああのコンディションまああの左右、ですね森下選手もあの相馬選手も最後まで本当に走りきってはくれてはいたと思いますただ、やっぱりあのかなり苦しいところもあったと思うので本来であれば変えて。 さらにね再度フレッシュな選手を出して活性化っていうところをしたかったと思うんですけれどもなかなかそれがかなわない選手層苦しい台所事情なのかなというのがうかがえましたでまあこれはね前にも話したと思うんですけれどもグランパスもともと3バックを想定したあのチーム編成にはなっていないので。 ウイングバックでプレーできる選手というのがねあの多くいるわけではないしっかり左右にふあの2人ずつ4人いるというような編成になっていないのであの、まあ、森下選手にしろ相馬選手にしろコンバートに近い状況でやっているのでそもそも3バックウイングバックの選手は足りていない、まあ、さらにインサイドハーフだったりアンカーのポジションにしてもね、まあ、長澤選手の離脱というのもここへ来て本当に痛いなというところは感じましたしなかなか 変えられるような選手がいないで、まあ、今日なんかも本当に選手消耗していたのがもう目に見えて、まあ、本当に頑張ってね森下選手なんかも最後走ってあのチャンスメイクしてくれていましたけれどもあれが続くと本当に持つのかなってこちらまで心配になってくるような状況でしたでこれからますます気温が上がってくる中で 今の,編成まあ今の編成のまましばらくは続いてしまうので3バックを維持していくというのはちょっとその選手層というかね抱えている選手のタイプを考えると厳しいのではないのかなっていうようなことを思ってしまうような今日の戦いあの何て言うんでしょう今日の戦いが悪かったという,かいうわけではなくてすごい本当に消耗しながらあの戦っているなと選手はやっぱり出たら頑張ってくれるのでこれをなかなか連戦の中で さらにコンディションも厳しくなって続けていくっていうのは難しいのではないのかなっていうところも感じてしまいました。であとその苦しい台所事情のはずなのに吉田豊選手だったり宮原選手といった非常にあの能力の高い選手をやっぱりどうしても今の,あの3バックだとなかなか使いづらいあのじゃあ相馬選手を 下げてあの吉田裕選手を出すのかそうなると相馬選手が使えないとかそういう話になってきてしまうと思うのでなかなか、あのー、やっぱり編成の,そのアンバランスさっていうところはどうしてもあるのかなと、あのー、今のチーム状況を考えると、ね、決して吉田裕選手だったり宮原選手を、ね、遊ばせておくといいますか、あのー、ベンチに置いておいたりベンチ外にしておく余裕なんか本来はないはずなのでこのあたりは非常にもったいなさを感じると。で さらに言うと、センターバック、まあ、今、3人出て、チアゴ選手が控えてというところなんですけれども、もしこの4名のうち、誰か1人でも欠けてしまうと、センターバックの控えがいなくなってしまうということになるので、やっぱりそのあたりを考えても、基本的には4バックを考えた編成になっているというところで、でやっぱりこの今の3バックというのは、なんていうんでしょう、ある種、緊急避難的というか、あのーまあ、あのサンフレッチェ戦 だかかでしたかねあの相手3バックに対してなかなかサンフレッチェ戦だったり札幌戦だとかかな、あのー、3バックに対してなかなか対応がうまくいかずに、まあ、グランパスも3バックを採用したところ、まあ、守備が安定しそこから攻撃も徐々に形が増えていったっていうところそういう暫定的な状況なので、まあ、どこかのタイミングで当然4バックも、まあ、戻すというか併用していく形にはなると思うんですけれどもまあ 今3バックにしてうまくチームが回り始めてきたというところもある中で4バックにこの変えるという判断がねまた難しいまた悪くなってしまうんではないのか今まであのこの3バックにしてから積み上げてきたものが失われてしまうんじゃないのかっていう怖さはあると思うのでなかなか難しいあの判断はあるとは思うんですけれどもただやっぱ3バックを継続するというのはやっぱり今日のような戦いを ずっとっていう風になるとどうしても選手にかなり幸せがいってしまうような気がするのでうんどうなんだろうなという風には思ってしまいます。でまあ今日の試合に話を戻すと特に後半なんかはね多くのシュートを放っていましたしまあ前後半通じてセットプレーの数も非常に多かったで特にこのセットプレーでいうともともと3センターバック非常にあの高さあってヘディングも強いでさらに後半なんかは酒井選手だったり金崎選手も投入していたというところでまあどれか1本 ものにして欲してかったなと、まあ、これだけの数があったらね少なくともビッグチャンスの1つや2つ作ってほしかったなっていうところを思ってしまいますでまあちょっとね相手京都を見てみると、まあ、ピーター・ウタカ選手、まあ、7ゴール今日決めて8ゴールですかねまあああいう選手を見てるとないものねだりになってしまうのかもしれないですけれどもね ストライカーの偉大さと言いますかね、存在感の大きさというのを痛感してしまうかなと。で、ピーター・ウタカ選手ね、決してゴール前にとどまるだけではなくて、1列下がってチャンスメイクにも関わりながらというところで、ただ最後はしっかりと一番相手の怖いポジションで勝負をしてくると。まあ、ゴール決めたシーンなんかも、直前まで1列下がってボール触っていたと思ったら、スルスルとポジションを上げていって、最後はしっかりゴール前にポジションを移して、 まあ難しいヘディングだったと思うんですけれども、バックステップでポジション調整しながら決めたというところで、まあ、やっぱりさすがストライカーかなというようなところを見せつけられたと、でまあ、正直、今のグランパスにこういったタイプの選手はいないというところなので、まあ、だからこそ全員で得点を狙っていくしかないというところですねで、グランパス総得点、リーグ戦11試合で9得点ということで、さらにマテウス選手の3得点がチームトップと。 いうことでですねでなかなかこの状況が劇的に変わっていくということは正直なかなか想定しがたいということなのでやっぱりそうなってくるといろんな選手が点を取っていくしかないのかなというふうには思います。マテウス選手もさすがに、まあ、15点、20点取ってくれっていうのはなかなか難しい、まあ、2桁はねあのいけるかもしれないですけれどもっていうところだと思うのでやっぱり多くの選手が得点を取る必要があると。 というところだと思いますで、まあ今日に関して言うと、やっぱり後半、ですねチーム全員でゴール奪いにいくぞという姿勢を見せてくれたのかなというふうには思っています。あの、まあ 後半の立ち上がりなんかはね押し込まれてまたちょっと後ろに重くなっちゃって嫌だなというところはあったんですけれどもそこからしっかりと盛り返していって最後はあのあの波状攻撃ではないですけれどもかなり相手のゴールに対して圧力をかけられたと。で、まあ、インサイドハーフの選手もそうですしあのアンカーのレオシルバ選手だったりあとはねスリーバックの選手もあのなんていうんでしょう木を見てねあの攻め上がってあの相手のペナルティーエリア内に侵入していくなど攻撃に厚み、迫力を持って 出せてくれていたなんとか得点を取るんだという気持ち見せてくれたという風には思いますまあただね最後のパスがずれてしまったりシュートがわずかに枠を捉えられなかったりというところでまあこの辺りがねなかなか得点が取れてないからこそやっぱ神経質になってしまってちょっと力んでとかいろいろあるのかなという風うには見えてしまいますまあ、そうなってくるとやっぱり なん続けていくしかないのかなと、まあ、入んないならチャンスをあの増やしていくということしかないのかなと、でまあ、そんな中でツートップの選手だけではなくてね、中盤の稲垣選手だったり、先頭選手、レオシルバ選手だったり、まあ、ウイングバックの2人もそうですしあの、そういったいろんなポジションの選手に得点が出てくると。 勝ち点も取れてくるのかなといいう,うには思いますで、まあ、今日なんかはねあの、まあ、結果は引き分けでしたけれども、まあ、得点の惜しいチャンスは作れていたので、まあ、我慢しながら継続していくことも大切なのかなというふうには思ってはいるんですけれども、まあ、先ほど言った通りやっぱりいつまでこの3バックが継続できるのかっていうのはなかなかちょっとん限界があるのかなと今の編成上なのでどこかで。 思い切ってフォーバックに戻すのか、はたまた選手をどこかでコンバートしていくしかないのかなというふうには思います。やっぱり今の全く同じような状況だと、ウィングバックの選手だったり、中盤の選手っていうのに限界が来てしまうのかなと、1シーズンフルでちょっと戦い抜けるような状況にならないのかなというふうには思いますま。なので、の今のまま継続してうまくいってほしいという思いと、 うーんただ、それは現実的ではないのかなっていうようなあの気持ちもありなかなか複雑なところで少なくとも夏の移籍市場が開くまでは今の編成で戦うわけでこれからねますます気温が高くなってきてウィングバックの選手90分ずっと出ずっぱりで走り抜いてもらう。 っていう試合が続いていくっていうのはちょっと現実的ではないと思うので、まあこの辺りどうしていくのかまあ、長谷川監督の判断というかね。あのというところまあ、難しい判断だと思います。これはあの結果を求めつつ、なかなかフォーバックに戻していった時にどうなるのかっていうところはあると思うので、うどうなっていくのかなっていうかなり難しい選択を迫られるとは思うんですが、まあ、ここはね長谷川監督非常に経験のある。 監督なのでここはあの長谷川監督の経験をね見せてほしいなというふうには思いますので、まあ、今後グランパスあの選手起用フォーメーションどうなっていくのかなっていうのは非常にあのうん興味深いというかねあの心配な面もありますしどうなっていくのかなっていう非常に気になるなというところもありますが、まあ、なんとかねうまくやりくりをして乗り切っていってほしいなという,ふうには思います。 はいでまあ、そんなグランパス難しい状況なんですが次の試合もすぐやってくると5月7日土曜日アウェー横浜 F ・マリノス戦ですね中3日アウェー F ・マリノス戦ということで F ・マリノスは ACL グループステージを戦い終えて帰国後 の初戦とということですねベトナムでしたかねあの F ・マリノスは。あのなのでまあ、正直どの程度のコンディションなのかというのは全くわからないんですがまああのー、F ・マリノス ACL グループステージも勝ち抜いてあのー、非常にチームとしては何て言うんでしょう モチベーションとしては非常に高い状況なのかなとまあ今期ね、ここまでの戦いを見ても非常に強いということは間違いないのでまあそんな F ・マリノスと中3日でのアウェーゲームというところでグランパスにとっても非常にタフな日程ではあるとまあ、とはいえ、やっぱグランパスもねは、なかなかそろそろもう本当に勝ち点3が欲しいというところなのでまあ、なんとか勝ち点3奪ってほしいな頑張ってほしいなというところです。 はい、そんなところで、佐藤のラジオ第488回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。